ルトは、中華人民共和国のモンゴル族の人権活動家。内モンゴル人民党代表を務める分離独立運動家。中国名の赤海明としても知られている。内モンゴル自治区税理無名な満期に生まれる。1970年代半ばに中国政府に対して内モンゴル人民革命党、粛清事件の責任者である東海清らの処罰を求める活動に参加する。 夫婦ほとし、第二高等学校を卒業後、1978年、内モンゴル市販大学史学部に入学する。在学中の1981年、中共中央28号文献の存在が明らかになり、当時の中国政府が内モンゴル自治区に数百万人単位の漢族を移住させることを、期としていたことが明らかになると、この計画を撤回させるために、 南モンゴル学生運動のリーダーとして活躍する。1981年の学生運動以降、中国政府の厳しい監視下に置かれ、1982年に大学を卒業するが、当局による度重なる嫌がらせのために職を転々とする。1987年に内モンゴル囲碁人権、同盟を設立。1990年、 夫婦ほとしで、モンゴル書籍の専門書店を開いた。1991年以降、中国政府による内モンゴル自治区のモンゴル族に対する締め付けが厳しさを増し、モンゴル族の人権や文化を保護する活動をしていた。テムチルトは、彼の名友であるフチン・トゥグスラ大勢のモンゴル族と共に逮捕される。その後、ほどなく、仲間を連れてモンゴル人民共和国に亡命。 1993年に政治難民としてドイツに移住する。1997年3月20日、米国ニュージャージー州プリンストンにおいて秘密会議が開かれ、米国、ドイツ、モンゴル及び中国の内モンゴル自治区からバハ、アルタンバとオヨンビリフラ50数名が集まる。この会議において内モンゴル人民革命党の理念を継承するとして内モンゴル人民党が正式に 発足し、テムチルトが主席に選出された。また、米国、英国、ドイツ、モンゴル国、ブリアート共和国への支部の設置が決まり、会議後に内モンゴル人民党招弟と内モンゴル人民同胞に次所が発表された。1998年2月、ドイツ、英国、フランス、デンマークなどの代表が参加してライン側の下半で開かれた国際会議に参加し、 自ら情報収集して編纂した内モンゴルの人権報告書をジュネーブの国際連合人権理事会に提出した2006年に来日2月26日に党大会が開催され非暴力的方法による南モンゴルの独立を目指すこと適当な時期に南モンゴル臨時政府を樹立すること内モンゴル人民党の本部をアメリカから日本に 移転することを内容とする東京宣言が採択された。2008年5月16日から開催された、うんぽ第9回大会には、内モンゴル代表として出席した。ABCDEFGHIJ オーバービューオブインナーモンゴリアンセプリティストオーガニゼーションズアブロード南モンゴル人権情報センター2011年1月23日閲覧ありがとうございます。